鳩が慎重に行かないで。遊具場この2階。掃除しなくていいから。呼び捨てるし。一応ちゃんとゴミ箱に整理。別にゴミそのまま机の上とかに置いたんだし、置きっぱなしで電気つけっぱなしで。
っちいいこれ。一人でここに行って、まあ、登って降りて山の上に出して今ふと思い出したけど、やっぱりふと思い出したってことはやっぱりそういう公園の中で、まあその相手方がどうっていうのはまあ別にそれはもう仕方ないんで、まあ、大丈夫そうだったらちょっと受け合わせて、平日だけど。野球店新宿から乗れば大山まで行くんだ。普通に考えて、今日土日だから人いるから、ね、稼働してどっか泊まって朝
当たり前だよ、雨降ってて別に用事もない通勤だからなんかそうコンビニ行ったりとか今化粧なんかしないでしょ。午前中の雨の日なんかそんな用事がないんだ。用事っていうかその大した用事じゃないんだよ。大した用事の人はちょっとそういうやつみんななんか同じ顔で正気ないじゃん。デスクワークみたいなのやるみたいな勉強するからなんかツイッターやめるとか言ってたけど、ね、正解であんなねやり方続くわけだ。みんなそうだよ。あの師匠みたいな人も結局長続きしないですよ。長続きしないっていうか一時的にガーってやって持続しないから長い目で全くだから同じ感じになっちゃう。絶対そうなると思う。長続きしない考えて。バイクと違って機械じゃないんだ。バイクもメンテナンスしないとダメだよ。ああいう状態になってると逆にもう感性がついちゃって休むのが結構逆に休めないと売り上げ自慢にしちゃってるからそれがそれにがんじがらめになってるからやめられないんだよ。そこでやめたら自分の今まで積み上げてきた面目が丸つぶりになっちゃうから本当は内心やめたくてもそうやめられない。
からってそのそういうパターンみんなその場所全然違うんだけど結局そのプロセスはすごい似てる似てるっていうかその同じ最初うまくその数字を使っててうまくいく。数字を使うことでよりその自分のその現状を限界突破じゃないけど突破できるんだけどどんどんやっていくと途中で辻褄が合わない。そこそれ以上がもうないんで、そこが限界なの。別にそんなその限界だっていう壁はないから、自分でわかんない。それはもうじゃあとそこその時点でもう限界だけど、そのそういう線引きがないから、それでもできちゃう。できちゃうんだけど。その限界以上のことをやるともう無理になって無理だから無理になっちゃう以上確かにそこから同じようにやるんだけどもう無理でそれ以上は無理だから無理な状態で続けると辻褄が合わなくなる結局そういうことだろうみんなでもそうなる。その、みんなそうなってる。で、こういう走ってるやつが一番頭がもうパロってて、周りが見えてないから、なんだってマジでバカだね。なんなんだろう。走ってると頭が。冴えない。で、頭はシャットダウンしちゃった。走る。なんでかわかんない。みんなだから走ってると。冷静じゃない慣れてる人が走ったらまた別なの走り慣れてないから冷静じゃなくなるんですよ。What?